2004XR190 とは得意な軌道を持つ太陽系外縁天体の一つである。2004XR190 は絶対等級が4.4の天体である。2014年時点で太陽系で絶対等級の値が4.4以上の天体は46個しか知られていない。アルベド0.04から0.16の間に仮定した場合、 直径は 425km から 850km となる。直径を 580km、540km とする推定もある。これは自身の質量によって静水圧平行形状になっている可能性があり、純惑星の基準を満たす可能性がある。このことにより 2004XR190 は純惑星の候補天体に挙げられている。 仮に平均密度を 2g 毎立方センチメートルと仮定すると質量は 1023kg となる。また、同じアルベドの仮定下で表面温度は低、摂氏235度から低、摂氏240度の間と推定される。2004XR190 は前期の通り巨大な天体であると推定されているが、その軌道の性質は非常に得意である。 軌道長半径は86億5000万キロメートルと、明王星の1.5倍遠いが、軌道離心率は0.11と円に近い。このため、近日点距離は78億キロメートル、円日点距離は95億7000万キロメートルに達する。近日点距離は、セドナの114億キロメートルに次いで、太陽系で最も近日点距離の遠い天体で、あるが、 軌道離心率が0.86もあるセドナとは対照的である。軌道離心率が0.2以下のすべての小惑星では最も軌道長半径の遠い天体であり、2番目の23291の74億1000万 km を引き離している。一方で軌道傾斜角は46.54度と非常に傾いている。純惑星の候補になりうる絶対等級6以上の 天体において、軌道離心率が0.2以下、軌道傾斜角30度以上の天体は7個しかなく、その中で 2004XR190 は、唯一40度を超えている。軌道離心率を考慮しない、軌道傾斜角が40度以上の天体は 2004XR190 の他には、エリスと 2006HH123 しかなく、後者2つはいずれも、 軌道離心率が0.4未以上ある。2004XR190 は、資料によっては、便宜的に三卵円盤天体に分類されているが、このような太陽から遠くにある後継者の円軌道を持つ天体は、海洋性の重力によって軌道が外側に弾き飛ばされた三卵円盤天体としては考えにくい軌道である。三卵円盤天体は、二千四 x r 百九十。 よりも、大円軌道かつ低い軌道傾斜角を持つのが一般的である。2004XR190 の軌道は、惑星の重力的影響から10分に離れた分離天体の軌道を持つ可能性がある。2004XR190 が現在の軌道となったのは、太陽系の初期に現在の海洋性軌道より外側に存在した未知の原子惑星の接動の影響である。 可能性がある。古材メカニズムは、このような後継者の延期道を保持することを説明できる。ありがとうございます。